大阪東院中学校、高等学校は、大阪府大東市中外地三丁目にある、男女共学の私立中学校、高等学校である、中学からの中高一貫コースと、高校からのコースがある、設置者は、学校法人大阪産業大学である、高校生急増期の生徒受け入れを目的として、大阪産業大学高等学校の分校として1983年に、 大阪産業大学高等学校大投稿者が設置されたことに始まる。その後1988年に分離独立した。教育目標は定律なりて広資料を育む。見学の精神は偉大なる平凡人たれ。進学指導、スポーツ教育に力を入れる一方、挨拶の励行など人格面の指導にも力点を置く。写真の建物は本館と呼ばれるもので、 その年によって変わるが一部の学年が東館で学習している。愛類、通類はクラブ活動は週に2日程度となっていて勉強を最優先できるようにしている。スポーツ推薦、芸術推薦による入学生は別クラスとなっている。高校2年生の時点で高校の履修過程をほぼ終了させるため、水曜は6次元、月曜日から金曜日までが7次元。 土曜は1年生は毎回5次元、2.3年生は6次元まであり、夏休みは2週間、冬休み春休みは1週間ほどしかない。授業時間は50分。校舎は本館、東館ともに幹線道路の近くにあり、通学はその幹線道路を歩かなくてはいけない。本館と東館の間に大阪産業大学の中央キャンパスがあり、 寮館を行き来する際は、キャンパス内を通り抜けるか、大学横の小道を歩くこともできる。その年の学年によって、全くカリキュラムが違う。また、外部講師も多い。1980年代の高校生急増期を前に、大阪府と大阪府市立中学高校等学校、連合会が協議を行い、高校生の受け入れ対策として、1983.1984年度には、 私立学校も募集定員を増やす方向での合意が1979年に成立した。大阪府私立中学校高等学校連合会は合意を受け大阪府内の私立高校へ募集定員増加を検討するよう要請した。学校法人大阪産業大学は要請を受け大阪産業大学高等学校の募集定員を増加することを検討した。しかし、 大阪産業大学高等学校は新規受け入れの余裕がないとしてキャンパスにやや余裕があった大阪産業大学の敷地の一部を転用する形で大阪産業大学高等学校の分校を設置することを決めた。1982年8月10日付で分校設置届を大阪府に提出した。当時提出された分校設置届によると 新入生募集は1988年度を最後に打ち切る計画になっていた。生徒急増期に対応した臨時的な文校として設置されたことになる。1983年4月に大阪産業大学高等学校大登校者として開校した。しかし開校後、文校卒業生や保護者など関係者から学校の独立効果を求める声が強まり、1988年に 大阪東院高等学校として独立した。1995年には大阪東院中学校を併設している。中学校は当初、英数選抜コース、英数コース、特進コースの3つのコースがあったが、2008年より特進コースを廃止し、英数選抜コースと英数コースの2コースのみとなった。愛類、東大京大医学部医学科、南韓国公立大学を目指す。 一貫性全員と高い理性の成績上位クラスが該当する。受験指導に連達した外部講師担当の授業が学年が上がるにつれ多くなる。通類国公立大学、南関私立大学を目指す。高い理性の成績中以下のクラスが該当する。愛類、通類のクラスでは高校2年時より死亡別に分離でクラス分けを行う。ただし、一貫、高入りとも上位クラスでは 分離合同のクラスを編成する。高校3年次では、クラスの枠を超え、文系、理系とも、学力別に、再編成したクラスで授業を行う。3年次より、愛類、通類は一貫、外部の区分を取り払い、授業クラスは、SL クラスに分かれ、SA、SB、SC、LA1 クラスは最内貫国公立大学を目指す。SD、SE、LA2 クラスは、 半大信大を目指す。S1、S2、S3、L1、L2 クラスはそれ以下に該当する大学を目指す。といったように構成されている。スリー類体育、芸術が盛んで、一般入試の他に、スポーツ推薦や栄養入試等も利用して、有名大学を目指す。公式野球部、ラグビー部などは有名。また、吹奏楽部も、総部わずか2年で、 全国大会現象という実績を持ち、2009年度、2010年度、2011年度は3年連続で全国大会金賞を受賞している。英数選抜コース南韓国公立大学を目指すためのコース。英数コース国公立大学。南韓私立大学を目指すためのコース。入学時、学年進級時にコース変更がある。1988年に創部。 1991年には春の選抜大会、夏の選手権大会ともに甲子園初出場を果たした。1991年春の選抜大会は AS の和田智高子が1回戦の仙台育英高校戦でノーヒットノーランを達成するなどベスト8に進出した。1991年夏の選手権大会では決勝スコア13から8で 沖縄水産高校に勝利し、初出場、初優勝の快挙を成し遂げた。総部わずか4年目での夏の全国制覇は、今も続く、史上最速の記録である。2008年夏の選手権、第90回記念大会では、決勝スコア17から0という圧倒的な強さで、徳八区川高校に勝利し2度目の全国制覇を成し遂げた。大阪勢としても1991年の、 同校以来17年ぶりに夏の選手権大会での全国制覇を果たしている。2012年春の選抜大会では決勝スコア7から3で光星学院高校に勝利し春の選抜初優勝と3度目の全国制覇を達成した。大阪勢としては1993年の上宮高校以来19年ぶりに春の選抜大会での全国制覇を成し遂げた。 さらには2012年夏の選手権大会でも春夏連続して決勝戦に進出、なお対戦相手はくしくも同年春、選抜大会準優勝の光星学院高だった。決勝スコアは3から0で光星学院校に再び勝利を果たし、史上7校目の春夏連覇を達成した。また、同校としては4度目の全国制覇を成し遂げた。 そして秋に行われた岐阜国体でも優勝し、松坂大輔を要した横浜高校以来となる史上3校目の3冠を達成した。2014年夏の選手権大会では、決勝スコア4から3で三重高校に勝利し春夏通算5度目の全国制覇を成し遂げた。大阪勢としては2年ぶりに夏の選手権大会での全国制覇を果たしている。 2017年春の選抜大会では、決勝スコア8から3で、理正者高校との史上初の大阪決戦で勝利し、春夏通算6度目の全国制覇を達成。大阪勢としては5年ぶりに、春の選抜大会での優勝を果たしている。2018年春の選抜、第90回記念大会では、決勝スコア5から2で、 サト弁ベ和歌山高校に勝利し春夏通算7度目の全国制覇及び史上3校目となる春連覇を達成した。また、前期のように第90回選手権も同校は全国制覇を成し遂げており、春夏両方で第90回記念大会の覇者となった。さらに2018年夏の第100回選手権記念大会でも春夏連続して決勝戦に進出。 決勝スコア13から2で、金足農業高校に勝利し、春夏通算8度目の全国制覇を達成。史上初めてとなる2度目の春夏連覇を果たしている。そして秋に行われた福井国体でも優勝し、史上初めての2度目の3冠を達成した。2005年に総部した。2005年に総部1年で、関西水奏学コンクールに出場し、金賞を受賞。二千六年には、 総武2年目にして吹奏楽の甲子園である、名古屋国際会議場で毎年秋に行われる、全日本吹奏楽コンクールに、関西代表として初出場銀賞。2007年も、同大会において、関西代表として銀賞を受賞した。3回連続出場をかけた2008年には、惜しくも代表を逃すが、続く2009年に、初の全国大会金賞に輝く。 その後も2010年2011年と連続で金賞を受賞し、3年連続で全国大会金賞を受賞した。大会規定の3年連続出場による休みを1年経て、2013年から2018年まで6年連続出場を果たした。また、2008年に全日本マーチングコンテストにおいて、 初出場銀賞受賞という結果を果たした後、同大会で2009年2010年ともに、2年連続で金賞を受賞するなど、マーチングでの活動も盛んである。その他数多くの依頼演奏や、地方公演、全日本高等学校吹奏楽大会員横浜にも出場し、歴史は浅いながら、全国的に有名な吹奏楽部となりつつある。2005年に創部、 国体への出場経験はないものの、2007年に、総部3年で、全国高等学校総合体育、大会初出場を果たす。2008年も、総体2年連続出場でベスト8入りとともに、全国高等学校サッカー選手権大会初、出場も果たした。2006年に総部、2007年に、全国大会出場を果たし、2011年には、第20回、 全日本高等学校女子サッカー選手権大会で準優勝した。1988年に創部。1995年に国体花園初出場を果たす。2013年には春の選抜大会で初優勝。2015年には春の選抜大会で準優勝。2017年には花園で準優勝。翌年の2018年には花園で優勝,で優勝した。 1999年男子ゴルフ部が第20回全国高等学校ゴルフ選手権大会にて優勝した。2014年に全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会に初出場した。2014年に全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会に初出場した。同年にウィンターカップに初出場し、2017年の ウィンターカップで初優勝を成し遂げた。2011年に駅伝部が総部、翌2012年に陸上競技部へ名称変更された。全国高校駅伝では2013年11月の大阪男子予選で初優勝を達成。同年12月に当時へ初出場を果たしている。ありがとうございます。